こんにちは、くまログです。今日は久しぶりにルームツアーをやっていこうと思います。というわけで今回紹介するのは映像作家の平井さんの部屋を見せてもらおうと思います。お願いします。あ、よろしくお願いします。モーショングラフィックデザイナーの平井と申します。普段は、ミュージックビデオだったり、音楽ライブの、背景の映像の演出だったり、まあ、そういう音楽関連の映像だったりとか、ゲームやコミックスの PV なんかを作ったりしております。前に一回ちょっと遊びに来たことがあって、この秘密基地感は何だっていうところがあって今回ぜひちょっと取材させてほしいということで改めてこちらに来ているんですけども、めちゃくちゃ今回もいいですね。ありがとうございます。かっこいい。クリエイターのデスク周りっていう感じがしたりとか、あとまあ随所にちょっと遊び心があるゲームボーイがあったり、アナログポケットがあったりとか、そういうところがやっぱり面白い感じがするので、早速ルームツアー開始していきたいと思います。というわけで早速平井さんの部屋を見せてもらうんですけども、この作業部屋は自宅ですか？あ、そうですね、自宅の一角を自分の作業部屋にしたっていう感じですね。めちゃくちゃいいですね。なんか部屋から見えてる景色も緑いっぱいだし、この部屋もその対極というか秘密基地感がある、うん、周りも本当に山って感じなので、うん、ほぼほぼ緑って感じですごく気に入ってます。この窓が2面あるのもすごい開放感あっていいなって感じですね、うん、いいですね、うん、この部屋どのぐらいの広さとかなんですか？そうですね、3.5 畳ぐらいで本当にこじんまりとした部屋って感じなんですけど、もともとはなんか壁とかも真っ白で、床も全然なんか普通の、うん、なんだろう、木目のフローリングみたいな感じだったんですけど、まあ、それをこう自分で壁塗ったりとか、タイル状の木のマス目みたいなやつも自分でこうなんか貼っていったりとかして、あと自分好みに作り変えたりした感じですね。まずはやっぱり作業環境ということでデスク周りからいろいろと聞いていこうと思います。デスク結構大きいですよね、はい、あ、そうですね、もう本当にとにかくでかい机が欲しいなって前から思ってて、はい、こういう木材とかもそれで自分でこういうサイズがいいなっていうのをなんかこうブレンダーで最初にちょっと3Dでシミュレーションした上で長さとか出して、はい、あとホームセンターで切ってきたものをと足とかもつけたくなかったので、うん、この壁から支柱をこう出してその上に乗せて、はい、こうすごい開放感のある机に自分で作っちゃいました、うん、うわ、すごいですね。これ DIY で自作なんですね。あ、そうですね、 DIY ですね。確かに自作すればサイズ感もなんか色の雰囲気とかも全部結構自由自在なので、うんうん、その辺はやりやすいですよね。そうですね、なんかその色とかも結構試し塗りをこうしたりしていろいろ試した結果、このダークウォークっていう色に決めて塗ったみたいな感じ、うんうん、プロっぽいなんかこういうの試せる場所があって、うんうんうん、そこに行って試してきました。すごいっす。そもそもこのブレンダーのやつがちょっと面白いなと思うんですけどそうですね、これは自作した部屋ってことですよね。そうですね、図面のデータをそのまま立体にしちゃって、うんうんうん、それに対してこうオブジェクトを足していったって感じですね。光もまあこうやって入ってくるのかなっていうのをシミュレーションしたりとか、はい、この色とかは塗料の色をシミュレーションしたつもりだったんですけど、実際塗ってみたらもうちょっとだけ緑がかってたっていうそういうなんか違いはちょっとあるんですけど、はい、僕もなんか自分の部屋を間取り決めるときとかになんかブレンダーでやったりするんですけど、こういうなんか CG の空間で作れるとなんか部屋の作り方の幅めっちゃ広がりますよね。そうですね、なんか本当に事前にちょっとやるだけで、うん、こうイメージがだいぶ変わってくるなっていう。なんかこの足とかもなんか最初はこのつけてたんですけど、これがいらねえなって思ったりしたからあのつけなかったりしたり、この辺はちょっと後で本業の方に多分つながっていくと思うんですけど、後でちょっと詳しく聞いていこうと思います。でこのシミュレーションされた部屋がちょっと今レンズ広角なんでだいぶ近い感じで見られるかなと思うんですけど、こんな感じになってますね。すごいわこれ
図面通りというかイメージ通りの感じになってます。僕的に気になるのがこのすごい大きいモニターなんですけど、これはどういうやつなんですか？はい、これソニーのなんかサイネージ用のディスプレイらしくて、こだわりがあってこれにしたわけではなくて、なんかその僕がもともと勤めてた会社があるんですけど、はい、そこの会社でなんかこのモニターがいらなくなったから、その誰かなんか引き取ってくれないって言われて、で僕がもともとその時全然そういうの持ってなかったんで、くださいって言ってもらったやつをそのまま使ってデュアルディスプレイとかよりはもうでかいモニター1枚に全部集約しちゃうの方が個人的には気持ちがいいかなと思ってます。わかります、その感じ。僕も大きめの1枚を使って本当に必要な時だけ2枚にiPad とかでするっていう感じの使い方です。こういう iPad をこっちで出してみたいなのはやってますね。普段もうここでひたすら YouTube とか流してる僕の見てるやつがめっちゃバレちゃう。渡辺和正さんがいます。トバログさんもいますよ。あ、マジですか？本当だ。ルームツアー動画、懐かしいやつが。パソコンは今こっちに MacBook が見えるんですけど、はい、CG をメインでやるっていうことは Mac っていうよりかは、ではなくこっちの Windows のマシンですね。ああ、すごいでかいですね。2019年とかに買ったやつで、そこからあんまりスペックをこう上げてないので、これはちなみにスペックで言うとどのぐらいとかですか？あの CPU とかメモリとかは。 CPU はインテルのいくつだ、第9世代ぐらいのやつだったかな。でメモリが128。あ、やっぱ強いやつ。グラフィックボードとかも当時一番強かった2000 RTX 2080Ti を積んでるんですけど、まあ今となってはもう結構肩遅れなので、これもちょっと変えなきゃなっていう。そう、4090とか。そうですね、4000番台かもしくは次5000番台出るから、そっちにもう変えちゃうかっていうところでちょっと悩んでるところですね。SD カードリーダーみたいなのがあったりするんですけど、SD とかで結構動画とかを持ち出したりするんですか？そうですね、これで素材をもらってきたりとか持ち出したりとかっていうのが多い感じですね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとこの中の作業を後で聞いていきます。キーボードはフルサイズのキークロンのやつですね。あ、そうですね、フルサイズのキークロン。テンキーとか結構やっぱ使うんで、最低限のサイズとかよりは、まあ、フルでなるべく使いたいな。軸は前に見た時茶軸みたいなちょっと気がしたんですけど、あ、ですです、そうです。で横のやつがツールボックスでしたっけ？ツアーボックスかな。なんか左手デバイスをなんか試したいなと思って買ってみて、ショートカットいろいろソフトウェアごとになんかちゃんと割り当てることができるんですけど、カット編集とかにすごく使いますね。ブレンダーとかだ これですもんね、テンキーとか。そうですね、基本ブレンダーはこっちだけでやっちゃうんですけど、でもこっちもなんかいろいろ割り当てれそうなんで、もうちょっと試したさはありますね。でマウスがゲーミングのロジクールのやつかな、ライトスピード G703 ってやつ。いろいろ副ボタンついてるやつが買ったんですけど、結局あんまりこの副ボタン使ってないっていう。あんまりこう無線で充電しなきゃみたいなのをやりたくないから、結構有線で使っちゃうことが多いです。確かにそれわかる。スリープとかあったりしますもんね。そうそう、なんかすごい集中してるのになんか充電切れちゃってみたいなのになるべくなりたくなくて、自宅ではもう有線でいいかみたいな感じでやっちゃってますね。じゃあちょっと普段どういう感じで作業してるのかとか 見れたら嬉しいんですけど、なんか見せられるものとかってありますか？それはどういう時のやつなんですか？これはミュージックビデオで From Tokyo っていう曲のミュージックビデオを作った時のものなんですけど、すごいやっぱ 3D で当たり前だけど、そうぐるぐる見回せるっていうのが面白いですね。アニメーションになると 2D だと思うんですけど、面白いし、あとなんかまあ一回作っちゃえばこういろんなとこから自由にアングル切れちゃうので、こう制作の幅も広がるというか、トライアンドエラーがすごくしやすくていいなと思いながら、こういう感じのやつが欲しいみたいなの、絵コンテみたいなのを見せてもらって、それを 3D で起こすっていう感じなんですか？あ、そうですね、これの、なんだろう、コンセプトアートみたいな1枚をもらって、まあ、それをこうブレンダーでなるべくこう再現していく。すげえ。
これがでもなんかリファレンスかな、こういう魚の渦みたいなやつを作りたいみたいな話が来て、はいはい、おすごい、ちょっと今フレームレート全然できないですけど、うんうんうん、これだってブレンダーの中でシミュレーションみたいなのをしながら、そうですね、仕上がっていくわけですね。そうです、そうです。でこの真ん中のキャラクターはアフターエフェクト上で置き換えてみたいなことをしたりしてますね。そんな感じなんですね、すごいわ、うん、これをそのコンセプトアートみたいなのもらって実際に作って、例えば初稿を出すってなった段階までどのぐらい時間かけてるんですか？監督が別でいらっしゃって、パプリカさんっていう方なんですけど、うんうんうん、はい、その方とこう共同で、かつなんか僕がこの仕事をしてる時がブレンダーを初めて使う時だったんですげえ、なんかなんだろう、パプリカさんって人にブレンダー一緒にこうやってみないって言われて、教えるからって言われて、もうそんなにありがたいことはないなと思って、こう教えてもらいながらやってたんですけど、でこのなんだろう、渋谷の街の中にこの大量の魚がいるみたいなところが、うん、こう一番こう見せたいところっていう話だったんで、これ作るのに最初1ヶ月ぐらいがっと集中してかけて、そこからビジュアルのトーンが決まったから、それに合わせて作っていきましょうみたいな形で進んでいきましたね、これに関しては。これで終わりではなくて、ここからさらにアフターエフェクトとかに持っていって、ちょっとなんだろう、もうちょっとだけ絵をリッチにする作業が入って完成みたいな感じになります。すごいですね。じゃあブレンダー以外にもいろいろツールを使いながら、うんうん、最終的には MV 用のアニメーションが完成するっていう、ちょっとこの流れなんで、せっかくなんでお聞きしたいんですけど、もともとはデザイナーだったじゃないですか、うん、あ、そうですね、はい、ウェブのデザイナーでしたっけ？あ、そうです、ウェブのデザイナーでした、うん、最初は結構全く違う文脈でこう入って、うんうんうん、この映像の業界でしかも 3DCG っていうところに入っていくと思うんですけど、うん、どういうきっかけがあってそこに行くんですか？そうですね、なんか最初は映像の会社を受けてたんですよ、就活の時に、うんうん、入りたかったし10社ぐらい受けたんですけど、それにこう全部落ちてしまって僕、うん、でもなんか近しい業種でそのウェブの制作会社でその映像ディレクターを募集してる会社があったんですよ。なんでウェブの会社だけどちょっと応募してみようと思って受けたら受かったんですけど、実は映像の仕事全然ないんだよねって言われちゃって、最初だからとりあえずデザイナーから始めてみようよっていう話になって、そこからこう入った感じなので、いろいろこう点々とした結果そうなったっていう感じですね。デザイナーから始まったのは結構なんだろう、狙ってそうなったわけではないっていう感じです。じゃあ今この仕事につけ、最終的に就きたかった仕事をできてるっていう感じで、うん、そうですね、なんか紆余曲折あって、こう自主制作とかいろいろ社内外とかにこう出していったりしてたら、それを見てくれてた人たちがいて、こうお仕事をいただけるようになって今に至るっていう感じになりますね、うんうん、デザイナーだった頃の知見とかも結構そこに生かされてたりとかも、うんうん、もうそれは本当に大いにありますね、うん、この色の使い方だったりとか、うん、まあ、その文字を使った映像を作るときとかはそのウェブデザイナー時代にこう文字詰めとかもすごいやってたんで、うん、グラフィックデザイン的なところで気をつけなきゃいけないところっていうのはその時に叩き込んでいただいたんで、うんうん、まあ、それをこう今にも活かせてるなっていう自覚はすごくあります。メイン PC があの Windows だと思うんですけど、ここに MacBook が置いてあって、うん、最近ノートはこれに買い替えたんですけど、やっぱり外に持っていきやすくてバッテリーがすごく持つっていうのと、うん、まあ、これ、MacBook Pro なんですけど、まあ、それなりに強いスペック積んでるから、はい、まあ、ちょっと出先で緊急で作業しなきゃいけないってなったとしても、こいつで、まあ、最低限対応できるっていうのでこいつにしてますね。このレーザーブレードを使ってたんですけど、まあ、重たいのとバッテリーがもう本当に全然持たなくて、ちょっと外で使うのは結構大変だなっていうので、まあ結構なんだろう、活躍はしてくれたんですけど最近はあんまり使ってないですね。ゲーミング系はバッテリー問題ありますね。そうですね、バッテリーも、あとこれも、あ、こいつも重たいんですよね。 AC がでかいやつだ。 AC アダプターが
すごく重たいっていうので、こう、うんうんうん、持っていくのがすごい億劫になっちゃったっていう。こっちにもキークロンの、あ、そうです、これは出歩く用のキークロンって感じです、ね、おお、これ持ち歩いてるんですか。そうですね、外にキーボード持っていきたいなって時はこっち、リモートデスクトップとかでこうつなぐ時とかが多いんで、はい、この家のキーボードとなるべく環境が同じやつを持っていきたいなっていうのでこれを買ったっていうのはありますね。確かに配列とかその辺考えると、あ、そうです、そうです、 Mac と Windows 結構違うから、リモートデスクトップは確かにキーボード1個の方が、そこをあんまりこう環境をぶらしたくなくて、うん、合点がいきますアナログポケットがここに初めて自分以外で、あ、本当ですか2年ぐらい待ってようやく変えて、めちゃめちゃこう所有欲を満たしてくれるガジェットだなっていうので、ポケットモンスターの銀を入れてるんですけど、なんだろうな、こういうレトロゲーを集めるっていうのをなんか趣味にしようかなと思って、なんか見かけたらなんかちょこちょこ気になるやつは買ったりしてますね。すごい本物のゲームボーイカラーがあります。もう小学生の時から持ってるやつで未だに使えますね。ちょっと全然映んないけどポケットカメラが入ってて、見た目も結構今見ると面白くて、ドット絵みたいな感じで、これをわざわざなんかパソコンに取り込んで使ってる人とかもいらっしゃいますよね。あ、そうですよね、うん、これがまあオンラインミーティング用のマイク でこれが、でこのスピーカーはもうなんか大学生の時ぐらいからずっと使ってるモニタースピーカーみたいなやつで、変える理由がないからもうずっと使っちゃってる感じのもので、でこれはゲーム&ウォッチが可愛いからここに置いてる感じです。時計代わりなんすね。そうですね、かわいい、ゲームもできるし、うん、わ、なんかこれ欲しくなった今なんかゼルダ あのデザインのやつとかもあるから、ありますよね、いろいろあって面白いですね。いいな。でこれはお、ナッシング、ナッシングナッシングか、ナッシングの、うん、イヤホン。家でも使えますか。家ではあんま使わないですね、外に基本持っていくやつって感じです。個人的にちょっと気になってるのはこの、多分このメモパッドみたいな。あ、メモパッド、そう、なんか紙だとゴミになっちゃうから、こう、まあ、ちょっとしたメモとか取る時とかは、まあ、これに書いちゃうことが多いですね。で、ここに PS4 のコントローラーがあるんですけど、これは集中力が切れちゃった時にゲームするように置いてる感じです。なんかシミュレーションとかっていうよりかは。あ、シミュレーションでも使いますね、アンリアルエンジンとかの。はいはい、すげえ、アンリアルエンジンもそっか使うんですもんね。使いますね、はい、今アンリアルエンジンで作ったものを実行してる画面なんですけど、呪術廻戦の20巻が出た時にこの渋谷のスクランブル全体を使って、まあ、全体のこのサイネージを使って一斉にこう連動した映像を流すっていう広告をやっていた時があって、すげー、でそれの、実際にどういう風に見えるのかみたいなのが全然想定できなかったので、もうシミュレーターじゃあ作りましょうっていう話になって、と作ってみたっていう。すげー、これもう渋谷の街丸ごとをもう 3DCG で再現してるってことですよね。そうですね、この 3DCG のモデルはなんかプラトーっていう国土交通省が出してる 3D モデルを持ってきて、まあ、それにこうスクリーンのところにこう今仮の映像を流してるんですけど、まあ、ちゃんと連動したマッピングをして、人間の視野に対してなんかモニターが何枚入るのかみたいなのとかをこう想定したりとか、まあ、ここの縦のレイアウトはどうやって使うといいだろうみたいなのとかをこういろいろ流して試したりしながら作っていくためのシミュレーター。すごいですね、リアルにこうその場所でシミュレーションするわけにもいかないから。そうなんですよ、なんか納品するまであのここで流すっていうのは絶対できないので試しで、なんかこれをやっぱり作る必要がどうしても今回はあって、クライアントさん側的にもなんかその安心してもらえるっていうか、あ、最終的にこういう風に見えるんですねみたいな、すごいですねみたいなところでこう想像してもらいやすくなるっていうところでかなり活躍してくれました。あ、いいですね、みんなこうゴールが共有できるというか。このクエスト2は
まあ、この仕事の時に買ったもので、まあ、この VR のヘッドマウントディスプレイを使ってもその見れるように一応作ってみたくて使ったっていう感じになります。で、実際にこれでこの見れるようには作ったんですけど、クライアントさんにも同じ環境をなんか提供して確認してもらうみたいなところがちょっとハードルが高かったので、結局なんか作れたけどあのこれで見てもらうってことはちょっとしてもらえなかったんですけど、もともとブレンダーとかそういうシネマ 4D とか触ったことなかったって前にそうですね、やってて、うんうん、いきなりこう初めてできるもんなのかみたいな。あでもまあそれはもう本当に Google 先生が教えてくださるのでみたいなもう YouTube とかにも本当に今はたくさんチュートリアルとか上がってますし、独力でその、まあ、独学するハードルはどんどん年々下がっていってるなっていう気持ちはありますし、うんまあ、マシンさえ買っちゃえばこうチャレンジできる土壌は結構もうみんな平等にあるんじゃないかなという、うん、はい。で続いて椅子なんですけど、はい、これは、エルゴヒューマンエンジョイっていうタイプのやつですね。ヒューマンぐらいかな、うんうん、エルゴヒューマンのなんだろう、ちょっとエントリーモデル的な価格帯のやつで、これを買う前はすごい適当な椅子に座っててめちゃくちゃ腰痛かったんですけど、はい、こいつに座り始めてからなんかそういう悩みとかは一切なくなって、うん、このメッシュ素材もなんか夏とかもなんか蒸れない感じですごく居心地がいい感じですね。確かにメッシュだから蒸れずに長時間座ってても、うん、そうそう長時間座ってても全然苦にならない。何時間ぐらい1日座るんですか？まあ、1日本当にずっと仕事してる日とかだったら8時間から12時間ぐらいはこの上に座ってますね。うん、最初にお金かけたいところだなと思って頑張って買いました最初平井さんが作ってるものとかを見ると結構漫画とかアニメのコンテンツというか、うん、そういうクリエイティブも多いですよね。そうですね、基本そういうエンタメ系の広告映像を作ることがすごく多くて、うんまあ、呪術廻戦の PV とかよくやってるんですけど、うんうん、すごい。それでこうコミックスは全部揃えてる感じですね、うん、すごいな。じゃあ世界中で平井さんが作ったオープニングでした？いや、オープニングはやってなくて、はい、そのコミックスが出た時の PV、うんうんうん、あコミックスの PV をじゃあ、うんうん、みんな世界中の人が呪術廻戦見てる人が見ているわけですね。そうなんですかね。かっこいいな。デザイナーだったからデザイン系の本とか、うん、UI の話とかがあったりして、うんまあ、主にそのウェブとかアプリの UI とかやってた時に読んでたやつですね。すごいな。そうですね、映像作家100人、今結構何年かぶりに書籍で出たんですけど、これに載せていただいてて、はい、おーすごい。あ、出た。おー、あ、さっきの見せてもらった。そうです、さっきのやつとか13面をジャックした時のやつとか載せていただいてるんですけど、すごいわ。大学生の時にこの映像作家100人っていう本を食い入るように見てたので、それにこう本にまた自分が乗れるっていうのがすごく感慨深くて、結構宝物ですねこの一冊は。いいですね。いや、かっこいいわ、うん、今は独立して一人で家でやってるじゃないですか。はいはいはい。なんか結構この世代とかで言うと割とそういう独立考えてる人とかも多かったりして、うん、どういうきっかけがあってフリーランスになったのかと、フリーランスぶっちゃけどうみたいな話が聞きたいです。ああ、なるほどですね。フリーランスになったきっかけはウェブのその勤めてた会社にその映像のチームみたいなのができたんですけど、でそこでこういろいろ案件回していく中で、まあ、自分でこうやっていく自信みたいなのがついてきて、まあ、その仕事を取ってくるのもそうだし、うん、そのお金をまあちゃんと稼ぐっていう能力も身についたから、まあ、ちょっと自分でやってみたいぞとなったので、それでフリーランスにその時になりましたね。最初怖くなかったですか？最初はそうですね、まあ、ちょっと怖かったですけど、うんまあ、それ以上にこう自分はもうちょっとやれそうな気がするみたいな気持ちの方がこう強かったから、それでこうやれちゃった感じですね。勢いのままやっちゃった感じというか、うん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 、
わけで平井さんのデスク周りも見せてもらったんですけど、最初に入ったこのリビング周りがめちゃくちゃおしゃれすぎて、ここもちょっといろいろ聞いてみたいなと思っています。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。ここは戸建てですもんね。あ、そうですね、戸建ての中古で買った物件で、築30年ぐらいのお家をリノベーションしたって感じになりますね。天井の色もそうですけど、この棚の感じとかこのキッチンの感じとか、こだわりがめちゃくちゃすごいですね。まあ、僕がというよりは僕の妻がこういうなんか建築とかの仕事をもともとしてまして、インテリアのデザインとかそういうのですごい詳しかったので、まあ、妻がこうデザインの案とか作って、まあ、それでこう施工会社に依頼をしてやっていってもらったという、仕事ちょっと疲れたなみたいな時にここに来てのんびり景色を眺めながら休憩するみたいなのができるんで、結構そういうのでも仕事のパフォーマンスをなんか、まあ、個人で家でやってるんですけど、それで保ててるような感じはちょっとあるかなって感じしますね。いいっすね。この部屋から見えてる景色というか抜け感めっちゃすごいですね。そうですね、ここに内見に来た時にこれがもう最初にすごい気に入っちゃって、それで一目惚れしちゃったところありますね。こっち側はリビングスペース的な感じですか？あ、そうですね、まあ、テレビはないんですけど、スクリーンがこの裏に隠れて、でそこにプロジェクター吊るしてて、はい、そこから投影してるような形になります。これアンカーのやつですか？あ、そうですね、アンカーのネビュラコスモスっていうやつで、画面的には多分100インチぐらいで見えてるのかな。この奥になんか HDMI のコンセントがあるんですけど、それもそのリノベーションの時につけてもらって、こっちに、あ、こっちに直接つながるように。めちゃいいですね。配線がなんかこう壁の外に出てほしくないなっていうので中を通してもらってます。すごい、ここに直接入ってるのか。そうです、そうです。子育て世代的にはちょっとこういうのがあのやっぱりちょっとおって感じしますね。うん、最近あの子が生まれまして、こういうクーファンってやつなんですけど、妻が可愛いデザインを見つけてきてくれて、ここは妻 の作業スペースって感じの場所ですね。すごい、椅子が子供用のやつですね。トリップトラップチェアっていう、なんか子供から大人までずっと使える名作椅子なんですけど、妻が実家で使ってたものをここでまだ使えてるっていう。多分うちもこの色使ってて、はいはいはい、でもこんなに経年変化みたいにいい色してないから、結構なんかヴィンテージっぽいものかなと思ったら、まさかの自前ヴィンテージですね。すごい、うん、エアコンも業務用で、これ1台にするか、まあ、市販のやつ2台にするかみたいな話になったんですけど、はい、まあ、この1台に集約した方が見栄えもいいし、こっちにしましょうってことでこれにしましたね。はい、という感じで平井さんのデスク周りとこのリビングもちょっとだけ見せてもらいました。めちゃくちゃおしゃれだし、まあ、仕事もすごい快適だけど移住空間もすごいいい感じっていうところで、すごい楽しいものを見せてもらえて嬉しいです。というわけで今回のルームツアーはこれで終わりにしようと思います。トバログでは他にもいろいろな人のねルームツアーとかカバンの中身を見せてもらっているので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。Thank you.